英国のイートン校、インデペンデントスクールとは、私立学校の一種。運営のための財源を国や地方自治体に頼らず、授業料、寄付、時には寄付の投資の利子で補っている。インデペンデントスクールとは、文字通りの独立している学校という意味である。英国とオーストラリアでは、中等教育以下の学校にのみ使われる。 指導面や財政面において独立しているインデペンデントスクールは以下の4つの基本的な自由を謳っている。政府や宗教の教区や管区の影響なしに学校方針を決定できる自由。インデペンデントスクールに在籍することは権利ではなく特権であり、学校方針で対象としている生徒のみを入学させ、継続して在学させられる自由。一般校では、 教職員の学位や免状に関して政府や組合が規定するのに対しインデペンデントスクールは独自の条件下で優秀と認めたものを雇用できる自由。政府や外部組織による特定の教育計画、教科書、達成を図る手段を用いる必要はなく学校自身が最適であると考えるカリキュラムや教育計画を公的に明白にできる自由。 上記の概念に含まれる自由と責任こそがインデペンデントスクールの最大の強みであり、教育モデルとして最も貢献できる点である。アメリカ合衆国においてインデペンデントスクールに通うものは全体から見ればビビたるものである。ニューハンプシャー州は名門私立大学であるダートマス大学の設立認可を取り消し、公立大学に変更しようとした。 1819年、ダートマス大学評議会体、ウッドワード裁判において、アメリカ最高裁は、私立学校や大学の設立認可は何者にも侵されない。設立認可とは契約であり、アメリカ憲法によって守られている。州によって一方的に解消することはできないという判決が出された。そのため、 政府運営でない学校の独立と自由が保障された重要な判例となった。その約100年愛と1922年11月に反キリスト教意識が高まる中、オレゴン州の住民が保護者は8歳から16歳の子供を必ず公立学校に通わせなければならないという義務、教育法を投票で決めた。この法案では公立校に通わなければ軽犯罪とみなし、 罰金や、東国の処罰を受けることになった。それに対し、1925年7月に再び、最高裁による重要な裁判があった。特定の宗教と関わっていない、私立校、ヒルミリタリーアカデミーは、生徒源による運営危機のため、キリスト教系の私立校を運営する、ソサイエティ・オブ・シスターズは、キリスト教主義学校などで子供を学ばせる権利の侵害のため、 当時のオレゴン州知事ウォルター・ピアスを訴えた。この裁判において最高裁は1922年の法案は保護者が子どもの教育方針と育児環境を決定する自由を侵害するものであるとした。また、州の権力によって州民の子どもたちを確立化しようと公立校の教師による教育を強制的に受けさせることは自由の基本的理論において認められない。 子供は、衆だけの持ち物ではない。生じてくる義務に対して、子供を準備させるという大切な任務を自覚し、先を見据えた教育指針を持ちながら、子供を育む者には、権利がある。という私立高尊続のキーとなる重要な判例となった。それに加えて最高裁は、義務教育法は、私立学校の運営や資産に、取り返しのつかないダメージを与えたという判決を下し、 同法は無効となった。ダートマス大学のケースにおいて、すでに私立機関の永久存続権利が確立されていたが、保護者は自身のこの教育環境を選ぶ権利があることが主張された。全員が通学すべきであるという単一教育システムを禁止されたことで、州の持つ権力は抑えられた。上記二つの判例によって、アメリカ合衆国の私立校は大部分が、 憲法によって保護されることになった。アメリカ合衆国のインデペンデントスクールが集まる、非営利組織であるアメリカインデペンデントスクール協会に加入している、学校は共通した目的、構造、運営形態を持っている。フレデリック・シー・コールダー、エグゼクティブ・ディレクター、ナイサイズ、フロム・ナイサイズ・ビュールタン226、マーチ23、1998。 ありがとうございます。